バンバンとは、鈴木が製造を販売しているストリートタイプのオートバイである。シリーズとして数車種が製造されているが、2016年現在日本国内で発売されているのはバンバン200のみである。もともとは1971年に発売したバンバン90から始まったレジャーバイクのシリーズ車種であり、その後は1972年に125と50。 1973年には75が発売されている。前後輪ともに巨大幅広タイヤを装備しているのが最大の特徴で搭載するニストロークエンジンのパワーもあり高い走破性を誇った。その後2002年にシリーズの復刻版としてバンバン200が発売された。バンバン90は1971年8月1日に発売された。太いタイヤが 特徴的でフレーム内に空気入れが装備されており、どこでも空気圧を調節できることができるなど遊び心のあるレジャーバイクである。バンバン50は1972年6月27日に発売された。バンバン75は1973年に発売された。バンバン200、バンバン200は2002年に以前販売されていたバンバンシリーズをモチーフとして、 発売された。199cc4 ストロークエンジンを搭載し、ファットなタイヤや極太マフラーなどが、車体デザインの特徴となっており、往年のバンバンシリーズの雰囲気を再現したモデルである。だが、基本的には、ヤマハ TW のライバル的位置づきにあり、実際バンバン200のタイヤサイズは TW と全く同一である。 なお特別使用者の Z シリーズも発売されていた。2007年12月24日にモデルチェンジされ、エンジンにオイルクーラーを搭載した上で、フューエルインジェクションと触媒を装備させることにより、自動車排出ガス規制をクリアさせている。なお、日本国内使用は継続生産者への平成28年、自動車排出ガス規制適用により、2017年9月にメーカーより、 生産終了が発表された。バンバン125は、欧州向けに製造されているモデルで、排気量を変更した以外は200とほぼ同じ車体となっている。なお2007年モデルからはエンジンに、フューエルインジェクションが装備され、現地の環境規制に対応させている。ありがとうございます。